です。こんばんは。みんなの町の投稿事件簿でございますけども、やってまいりましたね。やってまいりましたね。ね、いろいろ事件いただいてまして。はい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 。なんかね、よく見ていただいているリスナーの方もなんかね、身近な事件とかやったら送りやすいという声いろいろ聞きまして。なるほど。で、こういろいろと送っていただいてるんですけども、今回はですね、空手ババアさんからいただきましたね。空手ババアさん、ありがとうございます。相当ね、強いんでしょうね、空手ババアさんはね。空手ババアがですね、専門学生の時ですね、バイトしとったんです、スーパーで。で12月31日です。あ、大晦日。大晦日、お昼頃出勤しました。そしたら休憩室に制服の警察官とスーツ姿の男性、結構な人数いてるんですよ。で、物々しい雰囲気で。はい、で、着替えなあかんからね、更衣室に行きまして、そしたらパートのおばちゃんが何人かいてて、で、何ですかあれって聞いてみたんですね。そしたら、昨日の夜に強盗入ったのよ。強盗で、休憩室にね、戻ると上司が立っていて、指紋取ってから店出てと言われ、指紋取られてみたいな。うわー、採取されたんだ。で、詳しく聞きましたら、12月30日、売り上げが多いと知っていた犯人は、なるほど、大晦日やから、次の日ね、正月、ね、年末やから、最後に退店しようとしていた人を社員通用口で待ち伏せ、ナイフで脅し、うわ、店内へ戻り、事務所の椅子に縛り付けて、金庫の暗証番号を聞き出そうとした。怖っ。しかし最後まで残ってたのは選挙担当の王さん、金庫の暗証番号なんて知らない人なんですよ、王さんは。だからもう分かんないと、俺は選挙だと知らねえぞと、俺は選挙だとはね、多分言わなかったと思いますけど、俺は選挙なんだ、いや、あなたは人間ですから、選挙担当ね、魚だぞと、魚なのか、はい、ね、だからもう犯人も魚かよこいつっつっていや、ね、いや知らねえのかよこいつでしょ魚かよてめえ言ってねえ多分それは王さんの財布を奪って、はい、ああそう、それを取る、中身を抜いて、で逃げたんですって。で王さんキャスター付きの椅子に縛られてたからね、かわいそう、うーっつってずっと、ね、うーっつってやってたけど、なんとかこの動いて連絡して、いやすごいね、で助けられたんですけども、あの犯人はまだ捕まってないんですという、まあまあリアルですよね、こういうのね、すごいね、だから本当犯人としてはお金をせしめようと思ったけれども、はい、でもそれでも本当に王さんはもちろん知らなかったんだろうけど、知ってる人だったら言っちゃうもんなんかね、知ってる人とは本当に暗証番号、暗証番号、あ、でも実際よ、自分で考えてごらん、ナイフで脅されてるんですよ、暗証番号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 、もうちょっと、いや、お前ボケが弱いなじゃねえんだよ。いや、待ってくれよ。それもうちょっと関係させてくれよ。その理由おかしいだろ。暗証番号言わなかったことあるかもしれないけど。ここは赤い。さすにしてもあるだろ、場所は。でね、はいはい、ここで皆さんに、ナイフを持っている犯人からの、自分を守るための方法というか、ちょっと、熊本健吾、築地の健吾さんに。ね、健吾さんはナイフを持ってるやつはどう対処すればいいんですか。あれだって武器持ってるわけだから。そうですよ、ナイフ来られた、マジで、まあ、力強かったら相手の、ここの親指の付け根を払ってやるとナイフが落ちる、はい、もしくはもうこっちのナイフ持ってる手を相手に向けて、これは彼だからできることでしょ。だって彼、少林寺空手、少林寺拳法、拳法、拳法を何年やってたん？17年やってたわけですね。今のこれ、チョップで痛かったです。でも、これさ、いいっす、いいっす、え、金出せ、お前、金だ、金だ、いや、待ってくれ、絡みをもうちょっと見てくれ、その上で評価してくれよ。そうで、どれぐらいの勢いでドーンって もう言う暗証番号もダメだダメだ何やってもダメだ、これダメですね、ダメだったな、これは注意してください、注意しましょう、はい、続きまして、バオバブさんからいただきました。バオバブさん、はいはい、当時私が3歳の頃です、1個上の兄がですね、幼稚園行ってたんですけど、友達のリュックに貼り付いていたポケモンパンのシールをですね、はいはい、気に入って勝手に剥がして自分のリュックに貼って帰ってきてしまったと。あら、ね、よくない。それを知った母がとても怒り、今から警察に行くよと兄に、泣きじゃくる兄を車に乗せ、
で私はまだ留守番できないので一緒に行くことになって、もう会えなくなるから〇〇にさよなら言ってと母が兄に言い、兄はやだやだと泣きわめいていました、こっからは私が大人になってから母から聞いた話ですが、警察署に到着して母は署内に入り、おまわりさんと話をしたふりをして車に帰ってきてました、そして兄に〇〇がもう二度と人のものを盗んだりしないと約束できるなら、おまわりさんが今回だけは許してくれると言ってるけどどうすると兄に話し、もうしないと泣きながら兄が言い、無事家に兄と帰ってくることができ、この事件は一件落着しました。母は普段から怒るとめちゃくちゃ怖くて兄弟3人誰も逆らえない存在、幼くてもダメなものはダメと厳しくしつけられ、おかげで道を外すことなく私たち兄弟は育ちました。なるほど。今ではこの話小作の中で笑い話になっており、私たち兄弟3人とも今ではきちんと職について普通の大人に成長しています、ということなんですけども、しつけですよね。まあね、これ友達の家は謝りに行ったんですかね。行ってないんってないですかね。ね、わかんない気ですけれども。なんか難しいところですよね。その3歳ぐらいの子のこのねやり取りなんで。取られた子は僕のシールがなくなったってことは分かってんのかな。分かってるか。結構お気に入りだもんね。でも友達のリュックに貼り付いていたやから。そこに貼り付いていたシールってことか。これ難しいんですよ。気に入って。貼ってるシールじゃないんですよね。だから多分ポケモンパンのシールやから、これぐらいのシールなんですけど、なんかあるよね、俺も見たことありますよ。でこのポケモンの形で薄いんですよ、はい、なるほど。だから多分いっぱいある中でそのシールがペロってついてただけやと思うんですよね。まあ、確かにね、なるほどね。でそれをピッて剥がして持って帰ってきたと。自分が欲しかったからかな、やっちゃったんかな。そっか、まあでもそれだとね、いやでも元の男の子のところに行くべきかどうかっていうのは、まあ、非常にね、まあ、難しいけどね、まあ、勝手によりますよここはね、まあでもこういうね怒り方は非常に効果的だろうね、でも絶対本当に泣きじゃくるだろうし、やんないって言うだろうし。続きまして、ゆうゆうさんからいただきました。はい、はい、初めて投稿します。今から30年ぐらい前なんですけども、低学年だった時です。学校からの帰り道、家が同じ方向の友達と何人かでね毎日帰ってたと、で自分が一番遠かったんですって、で一番最後のねこう2人組になるこう友達と別れてから、10分ぐらい1人の時間があると、である日いつものようにこの友達と別れて1人歩いてると、まるまるちゃん名前呼ばれるんです、どこだろう私の名前呼ぶの。そしたら家と家の間にですね隙間がこれぐらいあるんですけど、ね、とある家のね、この隙間のところに20代ぐらいの背が高くて髪が長い中肉中背の男がですね、その隙間のところでこうやって立ってんですね、で丸丸ちゃんって怪しいですね。でずっと手招きしてるんですって、で周りは畑仕事しているおっちゃんおばちゃんが多い中、若い男の人を見るのは珍しくて、誰かのお兄ちゃんかなと思ったんです。低学年やったから、名前知ってるし、で自分的に人見知りするタイプじゃないから、昔の田舎特有の〇〇さんちの〇〇ちゃんやろってね、乗せてったるわっつって車で送ってもらったりするような時代と場所なんですって。なるほどね、そういう環境だったんですって。警戒心もね。で呼ばれるから、何って行くわけですよ、そしたらこんにちはこんなところで何してるんっつってね、話しかけたんですけど何もね返事はないと、でなんだこれと思いながらしばらく見てたんですって、その男性のこと、そしたら意を消したようにその男がですね、パンツちょうだいって言うんですって。え、でね、パンツを履かずに帰るのは嫌だなと思い、普通に嫌ですって言った。いやそれもちろんそうでしょう。そっか、じゃあ見せて。意味わかんねえ。でその日私お気に入りのパンツではなかったので嫌ですって言ったんですって。子供らしいよね。ダメかっつって、じゃあ握手しようって言って、まあいい握手だったらいいかなと思って片手を伸ばした、そしたらそのね片手伸ばすじゃないですか、そしたらその男がね私の手をグッて掴んでですね、もみもみとマッサージするように揉んできて、気持ち悪いじゃないですか。気持ち悪いですね。で手を引っ込めようとしたんです。そしたら逆に力強く引き戻され、でもう片方の手でスカートの中に手突っ込んできたんですって。何するんだこいつは。で力強く逃げられへん、もがいてたら二個上の兄と喧嘩した時にいつも負けていたけど、一回だけその兄の股間を蹴り上げて兄貴泣かしたことが思い出してきたから、一か八かで蹴ったろと思って、なるほど、
グーンってやってみたんですって、うん、そしたら男にヒットしたあーってなったから、うん、もう逃げようと思った、逃げれたと。であまりに痛がるので逆に罪悪感が湧いてきて、うん、ちょっとかわいそうやなと思ったから、うん、給食で残したコッペパンをあげたんですって。全力で走って無事家に着いたと、はい、で今あったことは母に言おうと思ったんですけど、はい、自分のされたことより男の股間を蹴り上げたことの方が悪いことで警察に捕まったらどうしようと思っちゃって、子供だからね、うん、そう思っちゃうよね。結局言えなかったんですと。大人になって笑い話でそういえばこんなことあったと母に言いましたが、うん、今思うと一歩間違えると事件になってたかもしれないと思うとゾッとしましたということですね。子供だからね、逆に私が悪かったんじゃないかみたいな思っちゃって、うん、いやでもね中途半端にヒットするよりゴーンいけてよかったよね、うん、そうだね。なんかちょっとかすったりして中途半端なダメージを与えて逆上させるっていうのが一番危ないですからね、うん、まあでもね俺も子供と遊んでて思うんですけど、うん、不意打ちで金玉ガーンってやられたらめちゃくちゃ痛いんで。いやそれはそうでしょうあのね見えないところからパンチしてくるから、いやめっちゃ痛いからすげえわかるんですけど、なんかこれ有効だでしたよね多分ね。そうだね、うん、でそして何とも言えないこのお詫びのコッペパンというのが何とも言えない罪悪感かなんか気持ちになっちゃったね、なんかいじらしいというか、子供だって被害あったの君だよと、そういやだけどごめんと思ったからあもう食べてみたいなのはなんかリアルな話だな。食べたんかないや食べるか分かんないけどそれは分からんわいや食べるんかい、どんな味だよお前今それ美味しいんかそれは続きまして、はい、サソリ座の女からいただきました。ありがとうございます。今回の話も、うん、ちょっと電車で終電での話なんですけども、はい、私が駅のホームに降りて階段を上がるあたりでいつもなら乗り換える人たちに対して、うん、〇〇線最終電車発車いたします的な、はいはい、車掌さんのアナウンスがあるのに流れてこない、ね、発車ベルも鳴らない、おかしいなと思ってたら、うん、突然女性の声でね、ラブイズオーバーってなんで流れてきたんですって、うん、スピーカーからめっちゃうまいんですって、えっつって、でなんかよく聞くとね、うん、そのラブイズオーバーの後ろからやめなさい返しなさいって車掌さんが言ってんすって誰か歌カラオケ使ってんじゃねえかで予想ですけど酔っ払いのグループがその駅員室に入り込んで、で、まあ そうだろうね、その仲間内の一人の女がラブイズカラオケ行けよお前やっとると、はい、で私が階段を上がりきる頃慌てた様子で他の駅員さん数名がそっちの方行ったから、うんうん、多分そういうことなんだと思います。駅員さんって大変だなと思った出来事です。面白いですね。でラブイズオーバーやねんっていうね、本人だったらおもろいけどね。いや、オーヤンフィーフィー。そう。だったらやめなさいは言えないよね。酔っ払ったオーヤンフィーフィー。オーヤンフィーフィーやね。鈴木清美さんでしたっけ？ラブゾーバフィーフィー、うん。そうだよね。ラブゾーバ、はいはい。泣くな男だろうみたいでしょ。終わりにしろ。本当終わりにしろこいつらも。ちょっと歌ってなんか。いやですね。キリがないからじゃないよ。きついですね。いやでもこれはなんか酔っ払いがね、まあ度は過ぎていますが。アナウンスで長い来た何本人登場って思うよ ね、 ね、めっちゃうまかったおもろいもんな。 うまかったのもあってる思う。そうなんよ、ね、これはね、うん、歌ボケってめっちゃうまい方が面白いですもんね。面白いです、ね、はい、いやしかもその状況とかも考えてと、ね、いいお話でしたね。続きまして、はい、サンフラワーさんからいただきました。ありがとうございます。大学生の頃にしゃぶしゃぶ屋さんに勤めていたんですけども、愛知県に数軒あるチェーン店なんですって、うんうん、でほとんど大学生か高校生たちが働いてて、なるほど、ね、で70歳代のおじいちゃんが一人いらっしゃいました、うん、工場でもバイトしてて掛け持ちをされています。でパートのおばちゃんからもバイトたちからも慕われてる人だったんですけども、うん、レジの業務を覚えてから数ヶ月後レジのお金を横領してクビになりました。しかもその額3000円、
そして大学を卒業して1年後バイト仲間と会った時に聞いた話だと、うん、その時の店長も金額は不明ですがレジのお金を横領してクビになったそうですと。家族経営だったので警察には言わず会社を辞めてお金を返すということで話は決着したそうです。何から何までバイトやパートに任せっきりでいい加減な経営をしていたので、いつかお店もなくなるだろうと思ってたんですけども、うん、やはり数年後お店なくなりましたと、うん、テレビや新聞でしか横領という言葉を聞いたことがなかったので意外に身近で起こるんだなと思ったということですけども、70歳、うん、で3000円、はいはい、生活苦しかったんだよね。いやまあまあね、魔が差した額だよね。なんかでもね、初犯じゃないのかな。70でまだしゃぶしゃぶさんでバイトできてるってね、で工場でも掛け持ちしててっていう、体はまだ、動くんだね、まあ、しんどいけど動くと、うんうん、ただ3000ないっていうことは、うん、俺多分なんかねギャンブル的なところとか借金とかそういうことなんだと思うんですけども、働いてたバイト先とかで横領ありました？お金なくなってるとかさ。ありましたよ、ね、やっぱあるよね。あるだと僕の場合は、うん、働いてたコンビニで店の金がなくなると、うん、ある日店長に呼び出されて、うん、ファーストフードのお店で、うん、夜勤務外の時に呼び出されて、うん、お店の金が最近なくなるんですと、うん、吉田さんは古いアルバイトだからこそ言うんですって言って、はい、僕は一生懸命店長やってるのにお店の誰かが取ってるなんてって言ってポロポロ泣いてる、うん、取ってたのそいつだったんです。お前かい、お前なんかい。俺ね、そこから人を信じられなくなったの。あ、めっちゃ泣いたんですよ。なるほど。演技で、でも、はい、そっから警察のお世話とかになっちゃったんで、はい、そのコンビニの店長さんが取ってたっていうのが、うん、近隣の人に広がっちゃったの、はいはい、だから普通に俺がレジとかで働いてるじゃん、うんうんうん、だけどお店に来た人とかが、うん、なんかあ、ここって店長があのお金、はいはいはい、あれしたみたいだよみたいなので、うんうんうん、なんかチラチラ俺の方を見ながら、はい、ああそういうお店なんだみたいなことを言われたりした時とか、うん、なんかすっごく悔しかったね、うん、なんでそんなクソあいつのせいでみたいな。まあそうね、泣ける。でもだってそんな演技できる？できる。できるんかい。次行っていけない人だった。次行きましょう。行きましょう。サクニャンさんからいただきました。はい、今から二十数年前、うん、自分が17歳ぐらいの時ですと、はい、実家の電話プルプル鳴りました。お、もしもし、うん、中学の時の社会の先生からだったんですって。ね？何の用事？もう卒業してんのに。関係ない。何ですかと、うん。そしたら、ねえ、久々だね。はい、いい人できた。え？もう恋人がいるの。いやいやいや。気持ち悪いじゃないですか。めちゃくちゃ気持ち悪い、ね、適当にね話し合わせて電話切ったんですよ、はあ、でお母さんに話して校長先生にまで話してもらったんですよ。はい、これはあってはならないことということで厳しく指導しますということで、はあ、それ以降は取り組みに何もなく過ごすことができてますけども、はあ、めちゃくちゃ気持ち悪かったんですと。気持ちが悪い。これは気持ちが悪いです本当に。ノブの時もあったかもしれないけどさ、はい、学校卒のアルバムとかに昔電話番号とかが載ってたよね。あったね、あったね、うん、だから今思うとそういう個人情報とかもうガンガン出てる時代ですから、はいはいはい、多分先生も、まあ、名簿とかそんなの調べれば、うん、サクニャンさんのことを多分いいなと思ってたでしょ、うん、で多分その日お酒飲んでちょっと気が大きくなって、うん、はいはいはい、あいつちょっとかけたるかみたいな感じになったんでしょうね、これはね。やります。わかります気持ちは。わかります分かります気持ちはじゃない。やるか俺も。お酒飲んで、お酒飲んで、はぁ、あ、いいなっつって、あいつ何してるかなっつって。わかります。いやわからないよこれは。だから変態コンビじゃねえかお前これは。いやだ本当にこういうのはね、はい、学校としてもね厳しく取り締まなきゃいけないし。いやそうですよ、よくないからこれ。私たちそんな目で見られてたんだっていう ね思うわけもいかないですから、これは本当に一さないと。いやまあいろいろな事件ありますよね。いや本当そうですね。というところで、はい、みんなの街の投稿事件簿以上でございます。ありがとうございました。